My Story ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。マイストーリーミュージックアルファ。この番組はアーティストの人生のストーリーと楽曲をリスナーの皆さんへお届けする音楽番組です。毎週火曜日19時から番組パーソナリティを担当しています。私はシンガーのショケッタです。いつも聞いてくださっているリスナーの皆さん、ありがとうございます。本日も FM 那覇から生放送でお届けしています。2022年残すところあと1ヶ月と少しですね。秋のいろんな行事があっという間に過ぎていきますね。どんどん過ぎていきます。ボジョレ・ヌーボの解禁も先週話題になっていましたね。今年の味をもう、楽しまれた方、リスナーさんにおられますでしょうか。そして今週の金曜日はブラックフライデーが待っていますね。買い物はブラックフライデーまで我慢しています。リスナーの皆さんのお買い物プラン、ぜひ聞かせてください。それでは今夜も1時間お付き合いよろしくお願いします。While I'm on this, クリスマスの飾り付けがどこでも目に留まる季節になりました。特にクリスマスツリー、その飾り付けはそれぞれの個性があって、どのクリスマスツリーもワクワクする思いで、眺めています。リスナーの皆さんのご自宅でクリスマスツリーの飾り付けのご予定はありますでしょうか。子供の頃の思い出ですが、祖父が救急箱から消毒用の脱脂綿を取り出して薄く伸ばして少しくしゃくしゃにして、雪がツリーに積もっているのを表現して見せてくれて、一緒になって夢中に脱脂綿で雪を作っていたことが
懐かしいです。クリスマスにまつわる音楽もたくさんありますね。先日、SNS、私が、アカウント持ってます、インスタグラムのストーリーズから好きなクリスマスソングと質問をして募ってみました。いただいた回答は同じ楽曲が重なっていたりして楽しくリアクションを拝見していました。女子と男子で上位が違うのも意外でした。女子の回答ナンバーワンはこの楽曲でしたよ。お届けいたします。
マイストーリーミュージックアルファ。今回の放送は SNS でフォロワーさんへ好きなクリスマスソングとお答えいただいた楽曲を番組前半でお届けしています。女子のリアクショントップ1位はマライア・キャリーの元気な楽曲でした。男子の回答トップ1位、この楽曲を世界中のクリスマス定番ソングにしているのは男子たちなのでしょうか。何だったと思いますか。では聞いてください。
ワムでラストクリスマスお届けいたしました。懐かしい曲ですけれども、毎年クリスマスのシーズンが来ますとこの曲、街中でよく流れている楽曲の曲です。好きなクリスマスソング、これからもクリスマスまでの間時々 SNS で質問募ります。番組へコメントを寄せても OK ですよお待ちしております。今回いただいた回答ですが、ジョン・レノン、この楽曲にはサブタイトルがついています。 War is over、 戦争はもう終わりという、サブタイトルがついているクリスマスソングです。この地球が平和な2023年を迎えることができますように。ジョン・レノンで Happy Christmas, War is Over お届けいたしました。子供の歌声も添えられて、
平和なクリスマスソング、うっとり聞いていました。 SNS でフォロワーさんへ好きなクリスマスソングとお声掛けしたところ、いただいた回答をもとに番組前半で3曲お届けいたしました。クリスマスソングとなると洋楽が圧倒的にリアクション多かったです。音楽は国境を超えるって本当ですね。続いてこの楽曲、オリジナル曲はダニー・ハサウェイ、ダニー・ハサウェイの曲なんですけれども、クリスティーナ・アギレラがカバーしています。
クリスティーナ・アギレラで This Christmas お届けしました。オリジナルバージョンはダニー・ハザウェイですけれども、クリスティーナ・アギレラの元気な 歌声もいいですね。この曲は、海外ドラマもだいぶ前に、話題になった海外ドラマですが、アリー・マイ・ラブという、海外ドラマがありました。その時にクリスマスシーズン、この楽曲で、テレビの、茶の間を賑わせていたのを覚えています。そしてやはりクリスマスシーズンになると力を発揮してくるコーラスグループ、ミッションスクールの男子トイレで部活動として練習していた男子6人組、本人たちも予想してませんでした。まさかのグラミー賞を受賞。数年前には松田聖子さんがリリースしたジャズアルバムのプロデュースも手掛けています。ではこのすごいコーラスグループ6人組の楽曲2曲続けてどうぞ。
Take Six の、素敵なクリスマスソング。1曲目はホワイトクリスマス、2曲目は Oh Come All Ye Faithful という曲です。いずれも、クリスマスシーズンになるとよく街中で流れてくる素敵なクリスマスソングです。続いてはポップス界の歌姫の一人、ホイットニー・ヒューストン。幼い頃から聖歌隊で歌を学び、聖歌隊のソリストとして実績を積んだことから、ホイットニー自身がどうしてもリリースしたかった楽曲のうちの一つだそうです。では、この楽曲タイトルですね、日本語のタイトル、もろびと小草履でというタイトルです。
ホイットニー・ヒューストンのクリスマスソングで Joy to the World、 もろびと飾りでお届けいたしました。埼玉県から音楽が流れている間にコメントが届いております。ジェットさん、ありがとうございます。こんばんは。コロナのワクチン打ったら高熱が出て4日目にしてリンパの腫れが治らず災難の日々です。ジェットさん大丈夫ですか？体調が優れない中で、番組を聞いてくださり、またコメントを送ってくださりありがとうございます。高熱が出てて何度ぐらいの熱だったんでしょうかね。ワクチンを打って4日経つけれども、リンパが腫れる、リンパ腺が腫れる、首の方でしょうかね。副作用、副反応と言いますけれども、それにしても結構熱よく出ているんですね。4回目の接種でしょうかね。お大事にされてください。早く良くなりますように。こんな中でのこんな体調の中でも聞いてくださってありがとうございます。この季節の、クリスマスの飾り付けじゃなくてだけではなくて、音楽も、あふれる時であるのだと改めて学ばされています。きっとこの楽曲、今後も好きなクリスマスソングでリアクションが寄せられるそうな気がしますが、今回はレイ・チャールズのバージョンでお届けいたします。
レイ・チャールズでザ・クリスマスソングお届けいたしました。コメント寄せられております。ジェットさん、ありがとうございます。ホイットニー・ヒューストンの歌で元気もらいました。39度熱が出て、次の日仕事を休みたいと言ったのに、人手不足で出勤時間ずらしていいから来てと言われ、そして昨日また38度、脇の下にピンポン玉を入れられた状態みたいになってます。あららら、まマジ所長鬼だわって39度、それは副反応とはいえどきついですね。お休みしたかったのに、人手不足という理由でお休みできなかった。熱があってもお仕事、まあ辛いですね。でも強いですね。お強いですね、ジェットさん。すごい。熱が出たら私、時間ずらしていいから来てって言われても行かないですよ。ああ、もうね、それでも頑張ってらっしゃる、すごいですね。ご無理なさらず、そして早くリンパの腫れも引いて、良くなることをお祈りしています。さて、マイストーリーミュージックアルファ、番組は後半になります。私ショケタから一曲お届けいたします。アルバムマイソウルより Walk with me Lord。Hold me when the storm
While I'm on this tedious journey, I want Jesus. I want Jesus. Walk with me, talk with me, Lord. Walk with me, talk with me, Lord. Oh, you see, it gets so hard sometimes for me. But I know if you walk with me, walk with me, walk with me, walk with me. Oh, 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 walk with me, Lord. Walk with me, talk with me. Hey, walk with me, talk with me, Lord. Walk with me. コメントありがとうございます、ジェットさん、仕事ドライアイスの配達をしていて毎日片手15キロ、もう片方かな、片手15キロとか運んでいるので心身ともに強いです、職業ライズアップって感じ割れてるのかな、この6パックお腹割れてるかもしれないですね、ジェットさん、ララさん、こんばんは、はじめまして、素敵な音楽をありがとうございます。こちらこそありがとうございます、嬉しいです、聞いてくださってありがとうございます。はじめましてですね、嬉しいです、ジェットさん、続いて、素敵な音楽を聴いて今癒されています。音楽と素敵なパーソナリティの声に元気をもらい、癒しをもらい、要領できています。ありがとうございます。まあ、こちらこそありがとうございます。今月とっても忙しい日々をバタバタと過ごしておりますので、言葉のご褒美嬉しいです、ありがとうございます。この番組、リスナーの皆さんと、支えられて成り立っておりますので、このようなコメントをいただくと本当に励まされます、ありがとうございます。さて、私のデビューアルバム My Soul から最後は、Walk With Me Lord 曲をお届けいたしました。アルバム CD のお求めは、通信販売は Amazon やヤフーショッピングでお求めいただけます。またショップで直接お求めの場合は、那覇市あけぼのにありますライフセンタービブロス堂でお求めいただけます。またこれからもライブイベント情報も今後引き続き案内いたします。これからクリスマスに向けてどんどんとクリスマスの歌を届けていきたいと思ってますので、リスナーの皆さん、ぜひ、クリスマスの曲を聴きながら、クリスマスの、このあと何週間ですか、1ヶ月ぐらいですよね、4週間かな、これまでの間にいろんな曲を楽し、音楽を楽しんでいただけたらと思います。それでは、この番組毎週火曜日19時からお届けしておりますが、皆さん1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。どうぞ
来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。